こんばんは。こんばんは。柿沢社中の柿沢瑞希さんと広報の藤代東子です。皆さんこんばんは。こんばんは。無事に瑞希さんを2度目引っ張り出すことができました。よかった。今日は飲んでません。はい、ちょっと今日は元気いっぱいです。でもよろしくお願いします。今日はこの間社中の、ページでご紹介したお獅子じゃーんじゃーん、はい、お獅子ってオスとメスがいるんですけども、写真に写ってた前面の子こちらですね。この子が果たしてオスなのかメスなのか、メスなのかオスなのか、はっきり答え合わせをしたいと思います。イエーイ。さあでは答え合わせ、主にこちら写っていたこのお獅子はオスなんでしょうかメスなんでしょうか。じゃ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 じ名がついてこう譲っていただくものなんですか。そう、獅子のオスのことはもう渦っていう風にもう決められていて、宇宙の海に釣って三千に渦救命艦の渦ですね。そうなの。あ、言っちゃったブランドがいいですかね。宇宙圏の海に、あ、宇宙圏の宇宙ですよね。それで渦、それで渦です。渦っていうね、ちょっと素敵なね、ノスタルジックな名前ですけど、もう渦って決まってます。決まってる。オスだとうずうずうっちゃんです。うっちゃんです。通称うっちゃんです。はい、でこっちが女の子の、女の子のゴンちゃんです。ゴンちゃんです。ゴンちゃん、そう、女の子でゴンちゃん、本名はゴンクロ。それはもう名が決まってるんですか。決まってます。ゴンクロ決まってます。メスでもゴンクロ、ゴンクロ、全部ゴンクロ、全員ゴンクロ。お獅子です。全部ゴンクロ。今度街でお獅子に会ったらメスかオスかの見分け方これからお伝えしますので、メスだなって言ったらゴンちゃんって言うとあって中の人が驚くっていうね。そうね、ゴンちゃんって言ってるのうちだけだから分かんない。他で言ったらすごい失敬なとか怒られちゃうかもしれないですけど、でも、ね、まあ、子供のように扱ってるゴンちゃんとウッちゃんって言ってるだけで、社中ならではのこう親しみを込めて渦のウッちゃんと、はい、ゴンクロウのゴンちゃんということですけれども、オスとメスのこう違いの見分け方っていうのをワンポイントレッスンでお願いします。はい、ざっくりなんですけれども、ウッちゃんの方が顔全体の輪郭がこう四角い長方形な形で、うん、ゴンちゃんの方がちょっとやっぱ女性なので丸っこいんですね。丸っこい。はい、で、2個目がですね、ウッちゃんのオスの方が頭のこの部分にコブがあります、出っ張ってます。ゴンちゃんはとっても平らでフラットです。はい、で次、3個目、眉毛がやっぱ太さがですね、オスの方が太くてですね、あ、これ分かりやすいですね。そうですね、ゴンブと眉とちょっとこうね、シャープな感じのね、優しい眉と女性ですね。すごい。であと4つ目がちょっと口開けないと分かんないんですけど、オスの方が牙がこうしっかりあるのに対して女性はフラットにこう歯っていう感じですね。こっちギザギザしてますけど、はい、こっち平らですね。そうだから宇宙の方痛いんですよね。まあ、手入れないんですけど、基本的にはね、はいはい、手を入れないものなんですけど痛いです。なるほど。そんな感じがざっくりですかね。そうなんですね。大きさはもう尺がいろんなバージョンがあるので、うん、大きさというよりも形で見分けていただくことの方がよろしいかと思います。はい、じゃあ見分け方分かったでしょうか。ちょっと四角く長方形、タイプで丸くコンパクト、あと眉毛ですね、額の形覚えてみてください。はい、答え合わせでした。社中ではこれから年末年始ですね、お年始の獅子舞にすごく力を入れています。はい、どんなところで舞うことがいつも多いですか。そうですね、だいたいショッピングモールとかの、そう、商業施設の練り歩きでしたりとか、練り歩き、そうですね、あとはそうです、そういうのが多いかな。昔はやっぱ町内会とかの練り歩きとかそういうのもよく聞いたんですけど、あのやっぱ昨今はあんまりやっぱね、お正月はみんなお家でゆっくり過ごすか、バーゲンとかでやっぱりショッピングモール行くっていうのが多いので、どちらかというとそういう施設の方でやらせていただくことが多いですかね。
巡業してます。はい、正月ならではということで、ちょっとぜひうちのおじいちゃん噛んでほしいとかですね。あ、ぜひご自宅もお伺いしますご自宅もお伺いします、はい、あのぜひ今年はうちに商売繁盛で、あの福が欲しいとかですね、厄を払って福をもたらす獅子舞です。もう素敵な毛、この毛並みの、うっちゃんとゴンちゃんにぜひ会ってみてください。はい、ご用命お待ちしてます。お待ちしてます。どこでも行きます。